自噴線自噴とは、石油や温泉、地下水が自然に地下から地表に流出する現象を言う。湧水だけに用いる言葉ではなく、井戸からの自然輸出にも用いる。地下水の自噴現象は、洗上地の末端や地質学的に、耐水層が盆地上の構造となっている地域などで見られることが多い。日本国内にも自噴する湧水、井戸、温泉は多数存在する。 フランスの旧地方名アルトワで大規模な地噴があったことが地噴線を指すフローイングアーティジアンウェルの語源である。地噴を起こす地層の仕組み、ゲンズアーティジアンウェル、PNG に加筆、修正地中の耐水層の上に、透水性の低い地層が重なっている地域において、その耐水層のポテンシャルが地表面よりも上位にあった場合、この耐水層に地表まで通じる穴では、 大水槽中の地下水は自然に地表に流出する。これが地粉である。また地下水に溶存するガスが井戸構内の水筒低下により井戸構内において気体となり、これが地表へ噴出することにより地下水や温泉の地粉現象が発生する場合もある。なお地下水の流出域では飛圧地下水ではなくとも地形と地下水位によって地下水が泉となって地粉することもある。 したがって、自噴していることは、冷やしている地下水が湧き出しているとは一概には言えない。自噴意とは、その井戸の取水対象の地下水が人為的な動力によらず、自ら地表に噴出する井戸のことを言う。冷圧地下水による自噴意が多く集まっている地帯の大規模なものを三位盆地という。自噴線とは、井戸などの人為的な構造物ではなく、地表に 地下水が湧き出している場所のことを言う。一般に言われる泉は、この現象である。自噴泉とは対象に動力泉という優先がある。これは、ポンプなどで人為的に地下水を汲み上げる泉を言う。日本では、戦場地、火山山陸を含めた信大幹以後の地層からなる、飛圧盆地に多く自噴体が存在する。その中でも、脳尾平野の大垣地噴体が有名である。 大垣地噴体は、木曽川、長良川、伊比川の三大河川によって形成された、氾濫平野であり、元来地下水の豊富な地域である。世界の地噴体で有名なのは、地噴の語源ともなったフランス北西部のアルトワ地域であろう。その他にも、オーストラリアのグレートアーテジアン盆地も大規模な、飛圧地下水盆として有名である。さらに、石油の地噴体として、クウェートにある、 ウルガン油田がある。ありがとうございます。